子ども若者、女性の施策にもっと厚みをつけたいと10月以降からあの観光客の方々や県民の皆さんも安心して生活ができるような形を徐々にでもいいから取り戻していきたいというように考えています玉城知事は先ほどの定例会見で2期目に臨むにあたりコロナ禍で打撃を受けた県経済の立て直しや県民生活の向上に優先的に取り組んでいく考えを示しました。 コロナ禍からの立て直しについては弱い立場の方々や苦しい立場に置かれている事業者が早期に立ち直れるよう支援策の検討を進めていると述べましたこのほか今月27日に行われる安倍元総理の国葬について県としてこれまでに弔辞などを送りすでに弔意は示したとして国葬当日は県庁などで反旗を掲揚しない考えを示しました